あらすじ、一時的に幼児になってしまったマリサは、目が覚めると、透明人間になってしまっていた。最悪だ、俺は完全に虚無の、透明人間になってしまったんだ。いや待てよ。透明人間になってしまったってことは、会社行かなくていいやん。どうせ出勤したって誰にも気づかれないし、休んじゃえばいいやん。風邪ひいてることにして会社に電話入れてやろう。お、霊夢、俺がどこにいるかわかるか。霊夢。あれ、霊夢。昨日ここら辺に置いておいたゴキブリの卵どこにあったんだろう。まさか、聞こえてないの。ま、いや。いやあのさ、姿だけ見えないならどうにでもなるじゃん。でも声まで聞こえないってさ、それ存在しないのと同じじゃん。もしかして。俺。積んでる。うわぁ。霊夢、この前チョコありがとな。うん、いつも世話になってるからね、当たり前だろ。いやそれウプ主はもんどくえないからって食洗機にペッて吐いてたぞ。おう、こちらこそいつもありがとな、美味しかったよ。嘘つけ。あ、この前家の壊れたトイレ直すのに、業者呼んでお金払ってくれてありがとね。あ、いいって、結構大規模だったからめっちゃ値段かかっちゃったけどね。おいそれってこっそりウプ主のへそくり全部使って金出したやつじゃねえか。そんなこと言ってごまかすとか霊夢も意外と下水ところあるんだな。お礼にさ、今度なんかおごってよ。こいつ正気か。俺は、誰にも存在を認識されないのをいいことに、メンバーそれぞれの秘密や隠し事を自由に知れるようになった。そしてそれをごまかしているところに一人でどんどんツッコミを入れていくという、なんとも陰湿な遊びを楽しむようになった。そしてしばらくすると、本人しか知り得ないような秘密をどんどん知るようになった。例えば霊夢は友達のギャル3人とウプ主の愚痴を言い続けてるし、ウプ主は霊夢にガチ恋している。正直初めて知った時は両方ともドン引きしたが、そんなものはすぐに慣れた。それよりも俺にとってショックだったことがある。霊夢もウプ主も、俺に関する話題を一切出さない。俺はもう1ヶ月近く透明になったままだが、あれ、最近マリサ見かけなくない？おかしくね？という話は一切していないのだ。ずっと一緒にいたわけだし、どう思われていようと、長い期間姿を見せていないことに違和感を感じていないのはどう考えてもおかしい。つまり俺は、みんなの記憶からさえ、透明になってしまったのである。いやだ、誰も俺のことを覚えてすらいないなんて、まさかこの家でも、会社でも、この世界からも、俺はもともといなかったことにされているのか。でもなんでそんな。まさか、ブラック企業から解放されるためとか、これで一生働かなくてもいいぞってことなのか。でもさ、もうちょいマシな方法あっただろ。なんかさっき風呂入ったらめっちゃ臭かったんだけど、なんか変な洗剤撒いた？いや、特に。俺はウプ主が風呂でこっそりしょんべんをしていることも知っている。この前覗いてみたら、たまたま見てしまった。だけどもはや俺にとってはどうでもいい。そういえばさ、俺の大好きな乃木坂のグッズが全部なくなっちゃったんだけど、どこ行ったか知らない？うん、知らないな。俺は霊夢がウプ主の乃木坂グッズを、こっそりメルカリで転売して小遣いにしていることも知っている。だけどもはやそれもどうでもいい。俺の心はただ、二人の口から、マリサ、という単語が出てくるのをひたすら待つだけだった。しかしとうとう数年の時が過ぎても二人は俺の消失に気づかなかった。俺は誰にも存在を認識されていない。人は人に忘れられた時に本当の死を迎える。誰にも存在を認識されない俺は、みんなの心から死んでしまった、死体なのだと、絶望感に狂いそうになったりした。そして俺は、考えるのをやめた。ウプ主、私たちって最初から二人で暮らしてたっけ？いきなり何言ってんだよ。この家に来た時から二人しかいなかったじゃん。でもさ、なんか最近夢で見るんだよね。可愛くてちょっと男勝りな女の子が出てくる夢をね。その子がずっと昔に、私たちとずっと一緒だった気がするんだけど、何なんだろうね。おい、それって。え？昔飼ってた愛犬のラブリーのことじゃね。ちょっとどう猛だったけど、メスで可愛くて、俺らめっちゃ可愛がってたじゃん。あ、そうだ、ラブリーのことを思い出してたのね。キャハハハハ。助けて。誰か助けてよ。なんで誰も俺に気づかないの？ねえもう俺、このままじゃおかしくなっちゃうよ。ねえ、